ですね、こちらは、1年ぐらい前から、商工会議所さんのご要望で、まあ、テレビ取材があるっていうのをきっかけに、うちのお店の方で販売するっていうことになりました。以前は他のお店さんで出されていたメニューだっていうことなんですけれども、まあ、坂出市内で食べれるところがないっていうことで、うちの方で、まあ、提供するっていう形を取りました。ピッピ飯を知らない方も、まあ、地元の方でもいらっしゃって、で、まあ、見た目がこうおうどんみたいにちくわと生姜とネギが乗っていて、で中にですねおうどんの刻んだものと、あとポイントがですね、たくあんなんですよ。でこのたくあんとこう炒めたものを食べられてあっさりして美味しいっていうふうにおっしゃっていただいてます。まあ、10年ぐらい前にですね、坂出商工会議所青年部が B 級グルメを開催しまして、その時に坂出に何か B 級グルメになるようなものがないかということで、青年部メンバーが、いろんなような考えまして、まあ、昔こういうの食べてたなっていう味を思い出して、作りました。そこで、まあ、おうどんと、ご飯をコラボした商品を、まあ、青年部メンバーで開発したというようなところです。まあ、味としまして、まあ、おうどんですので、まあ、うどんだし風味の味にしようということで、みんなで、いろいろ研究して、作りました。そうですね、まあ、香川は、まあ、さぬきうどん、まあ、香川といえばうどんということで、まあ、それが一番いいんじゃないかな、まあ、ここら辺りも坂出でもたくさん有名店がありますので、まあ、一番馴染みのあるものがいいんじゃないかなというんで考えました。ご飯 と、おうどんで、まあ、手軽にご家庭でも作っていただけますし、醤油味、だし風味なんで、お子さんにも食べていただける、手軽に作っていただけるような商品なんで、本当に、まあ、一回食べていただいたら、わかるかと思うんですけど、これからも頑張って作っていきたいなと思っております。味としましては本当にさっき何回も言いますけど、うどんだし風味なんで、おうどんをご飯と一緒に食べてるような感じですね。